では内まりこ月曜日のつぶやき、ここからはスタジオ部員の山内まりこさんのコラムのお時間です。今日はゴールデンウィークにぴったりのお出かけ情報ということで、東京天王洲で開催中の展覧会、ウェス・アンダーソンすぎる風景展、はい、どういうことなんでしょうね。ゴールデンウィークちょっとここ混むかもしれないんですけども、ウェス・アンダーソンって映画監督ご存知ですか？どんな作品の方ですか？ロイヤル・テネンバウムスとかグランド・ブダペスト・ホテルとか天才マックスの世界とか、はい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 、で2000年代から活躍しているアメリカ人の映画監督なんですけど、まあ、すごく、ね、作家性がはっきりしていて、特に画面の絵作りにこの人ならではの特徴があって、例えば色使いがカラフルで、特にねブルーとかピンクとかイエローとかのすごいこうクリアなパステル系の色をよく使っていたり、あと構図がシンメトリーで左右対称、ちょっとこう人工的な作り込んだ絵なんですね。であとね、ロケ場所がちょっと可愛い、なんかノスタルジックなデコラティブな建築が出てくるようなところでよく撮られていて、なのでファンは、あ、今ねこの紙ちょっと見てください、こんな感じで、ファンは一目でウェス・アンダーソンっぽいここみたいな感じでわかる？なんかピンク色 の、うん、建物とかちょっとカラフルな塔とか、そうですそうです、なんか可愛いなんかホテルとか、ね、おもちゃの国みたい、うんうんうん、そんな感じです。なんかお菓子っぽいみたいな、はいはい、はい、うん、で、まあ、すごい、まあ、メジャーではないのかな、熱烈なファンがすごく多い映画監督で、2017年に、ウェス・アンダーソンファンのとある夫婦がインスタにね、アットマークアクシデンタリーウェス・アンダーソンっていうアカウントを開設したんですね。でアクシデンタリーってのうっかりとか偶然みたいな意味で、うっかり、まあ、たまたまウェス・アンダーソンっぽい風景が撮れたっていうので、そういう写真を、投稿して、で、まあ、世界中の同行の詩、冒険者と名付けられた同行の詩が100万人くらい今ここに登録してるそうなんですけども、そういう人たちが、まあ、ここウェス・アンダーソンっぽいぞっていうところを写真で撮って、どこどこの国のどこどこの場所のこういうところですっていうのもちゃんとコメントつけて共有している。でそれで、みんながインスタでアップされて誰でもまあただで見れるようになっているっていう、なんかそういうアカウントが、始まりなんですけども、なんかポイントなのがロケ地巡りしてるわけじゃないんですよね。ウェス・アンダーソン作品のロケ地を巡ってるわけではなくて、なんかファンが勝手にロケ班やってるみたいな感じ。で、そのアカウントが2020年に一冊の本になって、今日この写真集持ってきたんですけども、アクシデンタリー・ウェス・アンダーソンっていうこう一冊の結構しっかりした、本になってます。3500円プラス税。はい、でこれだって、ウェス・アンダーソン自体が別に撮ったわけでもないし、うん、選んだわけでもないから、著作権とかその印税とかは誰に払うの？あ、それ言います。一応ウェス・アンダーソン本人から序文もらっているから、OK は出ているんだけれども、うん、まあ、その収益とかちょっとよくわからない、うん、けど、まあ、一節の本になって、で、2020年去年さらにこれが写真展になったそうなんですね、韓国で。すごいよね、作家の、うん、作家のと違うところで勝手にファンがやっちゃうわけでしょ。そう、なんか、まあ、推し活の拡大解釈みたいな感じ、ね、うん、で、まあ、その韓国で始まった写真展が今東京天王洲の方に巡回中ということで行ってきました。正直ね、インスタで見れるし、どんどん私も写真集持ってるから、まあ、十分じゃないみたいな、もうそれ何回も見てるっていう感じだったから、まあ、行かなくてもいいかなってちょっと思ったんですけど、なんか今回その天王寺の寺田倉庫行ってみて思った。写真って今特にスマホが普及したことで、昔みたいな一眼レフですごいクオリティの高い写真を撮るとか、なんかそういうのとはちょっと違う進化を遂げていて、なので同じ写真、写ってるものは全く同じでも、それをインスタで見るのか本で見るのか、写真展として展覧会形式になったところで見るのかでは全然印象が違って、で、まあ、なんか当然なんですけど、写真展で見るのが一番じっくり鑑賞できるし、真剣に見るので、まあ、細部までもしっかり見るし、なんか今まで、インスタ、本、写真展、なんかどれも結構楽しめましたね。楽しみ方が全然違うんだなっていうのを、まあ、再発見しました。
はい、これプリントして大きく、だからその写真集なんかよりももちろん大きくプリントしてあるわけでしょ。あの写真自体はね、そこまで大きくはないんですよ。ただちゃんとあのインスタのこうスクエア型 の, あのパネルにまあ印刷してあったり、あとなんかファブリックに転写してる、写してるみたいな感じで、なんかいろんな展示方法あって、はい、すごくね、面白かったです。壁の、ね、色もカラフルで、このウェス・アンダーソンの世界をこう出しているような感じですけれども、そこが推しポイント、山内まりこ的推しポイント、はいはいはい、ウェス・アンダーソン風の空間演出です。あの、まあ、この、ね、写真集では地域ごとに、まあ、アジアとかオセアニアとかラテンアメリカとか地域ごとに載っているんですけども、今回の写真展ではホテルだとかプールとかターミナル駅とか、なんかそういうカテゴリーで分けられてるんですね。でしかもそのセクションごとにテーマカラーがあって、うん、あのその西川さんがおっしゃったように壁の色がね、あのセクションごとに塗り分けられている。そう、なんか今スタジオにある写真だと、もう入ったら床も壁も全部黄色とか、うんうんうん、なんか廊下みたいな細長い場所でも全部こう群青色だったりとか、なんか色にもこだわり感じますね。そうそうそう、すごくあの、まあ、美意識の高い監督なので、まあ、写真だけじゃなくって空間作り全体にウェス・アンダーソンっぽさをちゃんとこう出している。うん、なんかここまでなんか細部、あの、まあ、ぶっちゃけお金かかるんですよね、それやると。でもこうやって細部をちゃんと丁寧に作り込んでるのって、なんかなかなか日本ではできないというか、うん、すごくしっかり作り込まれてるなって感じがしました。この風景っていうのは、うんうん、韓国で2022年に韓国のソウルで、ね、はい、このなんていうの、その、うん、開催されて、なんかやって、はい、うん、その次は日本だでしょ、うんうん、韓国とか日本の風景も入ってるんですか。入ってます。入ってるんですか。の私見たら、あの富山地方鉄道っていう、あの私の出身地の高校時代にあの乗っていた電車も展示されていました。へ、うん、あとね、長島スパーランドとか、スパーランドね、あの白い木のジェットコースターとか。それこそなんかさっきなんか西川さんが言ってた、なんだっけ、あの長崎ハウステンボスとか、あ、そう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 、ありそうな感じ、もろそんな感じ、アンダーソンっぽいって思って、持ってくるようになってきた。なんかこう、あの、まあ、私すごく、まあ、デビューの時からウェス・アンダーソンファン、天才マックスの世界とかそのあたりからすごいファンなんで、まあ、私みたいなね、ちょっと口うるさい子さんのファンも、まあ、にっこりだし、あと、あの写真撮影 OK なんですよね。うん、なので、あのインスタ世代の、若い人たちもね、いっぱいたくさん来てて、多分そういう子たちウェス・アンダーソンファンっていうよりかは、うん、なんか楽しそうだからとか写真、ね、うん、そうそうそう、そういう感じで来てるみたいで、ここを入り口にしてウェス・アンダーソン映画を見るとまたそれも楽しいから、はい、ぜひぜひ青木さんも行ってみてください。うん、なんかその韓国で大好評だったっていうのすごいわかりますよね。うんうんうん、ぽいですよね。韓国ってなんか最近こういうマカロンカラーのカフェみたいなのいっぱいあるって聞きますもんね。うんうん、韓国で作られているグッズとかもすごい可愛かったです。うん、マカロンカラーのカフェっていうんだ。勉強になるな。マカロンカラー、なるほどね。マカロンカラーだよね。東京天王洲寺田倉庫 G1 ビルで開催中のウェス・アンダーソンすぎる風景展、5月26日金曜日まで開催しています。マカロンカロ、山内真理子月曜日のつぶやき。このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。お知らせの後は桂宮治の座布団5です。